サイジよ、お前も一緒についてこい。北海道ではまだ砂金が取れるんだ。お前は一人もんだから気楽だろう。俺は家族のためにも稼がなきゃ。梅子、女房の目を腕のいい医者に見せてやりて。日に日に視力が落ちてる。子供の成長が見られないなんて不憫だ。そう思うだろ、サイチ。そうだな。アメリカに世界一の名医者がいるそうだ。これを見てくれ。渡航費と手術代、どんぶり勘定でざっと200円。でもそんなもん、砂金で一発当てりゃ全て解決だ。戦争が終わったらアメリカと日本の関係は悪くなる。急がなきゃ。サイチ、梅子を頼んだぞ。目の悪い甲付きの女なんて誰ももらってくれねえ。幼なじみで親友の頼みだ。トラジ、てめえ何言ってやがる。俺は日本に帰れない。あ、おい待て、行くな。梅子を未亡人にする気か、トラジ。おい。